パラディオンを盗むディオメデス像。失われたギリシア時代の彫刻の2世紀から3世紀頃のローマンコピー。ルーブル美術館所蔵、ディオメーデースはギリシア神話に登場する英雄デティールュンスの領主である。長母院を省略してディオメデスとも表記される。ジョン・フラックスマンが描いたイーリアスイラスト。女神アテーナーの助力を言ったディオメーデースはアレースを突き刺した様子を描いている。 父は、テューデウス、母はデイピュレー、妻はエンギアレア、エピゴノイの一人であり、トロイア戦争においてもギリシア勢として参加し、しばしばオデュッセウスと組み、アテーナーの加護を受けて活躍した。イーリアスでは、アキレウスには劣るものの、ダイアイアースに並ぶ、最も優れたギリシア勢の戦士とされている。ディオメーデースがトロイアの武将アイネーアースを戦場で殺しそうになったとき、 アイネーアースの母である女神アプロディーテイは戦場に立ってアイネーアースを助け出そうとした。ディオメーデースはアテーナーに導かれた槍でアイネーアースを連れて去ろうとしたアプロディーテイにも傷を負わせたためアプロディーテイはアイネーアースを取り落としアポローンがこれを雲で受け止めた。またディオメーデースはアテーナーの助力を得て戦いの神アレースをも傷つけて敗退させた。 ディオメーデースとオデュセウスは、トロイアの守護神像パラデオンを盗み出した。トロイア戦争の後、ディオメーデースは、故郷へ帰ったが、妻に裏切られたため、イタリアへと渡り、ブリンディシオンとアルプスヒッピウムの西を建てたという。父のティウデウスは、叔父のアグリオスの迫害から逃れるために、カリドーンを去り、アルゴスに逃げ、アトラーストスの娘デーピューレイと結婚した。 それゆえディオメーデースの系譜は、父方ではアイトーリア人、母方ではアルゴス人であった。テューデウスは、テーバイゼメの七章の一人であったが、このクワ立ては失敗し、アトラーストス以外のテューデウスを含むすべての章は戦死した。この時ディオメーデースは4歳だった。葬式の際に、息子たちは出会い、いつかテーバイを侵略することを誓った。そして自らエピの語彙と呼んだ。 そして10年後に、テーバイを再び攻撃し、侵略は成功した。ディオメデースはこの時15歳の若さにして、最も武勇に優れていたという。侵略後テーバイの民は、テーレシアースの助言に従い逃亡し、エピの語彙は略奪品により、祖国を潤した。テーバイは、テルサンドロスが支配した。アルゴス王のアドラーストスは、息子のアイギアレウスが戦死したことを知ると、 悲しみのあまり、自らも死んだ。アイディアレウスは、トゥーデウスの娘のコマイトウと結婚していた。それで、ディオメーデースは、テイバイゼメから帰還後、アイディアレウスの娘のアイディアレアと結婚した。これにより彼は、アルゴスの王に任命され、若くしてギリシアで、最も権力のある支配者の一人となった。ディオメーデースは5年以上にわたり、アルゴスを支配し、 多くの富と安定を町にもたらした。彼は優秀な政治家で、他の支配者からも大きな尊敬を集めていた。また、父の故郷であるカリュドーンの動向にも目を光らせていた。そこでディオメーデースの祖父のオイネウスが、テルシー・テースら率いるアグリオスの息子たちの手で、牢獄に入れられ、アグリオスに玉座を奪わせた事件があったが、ディオメーデースは、オイネウスに権力を取り戻させることを決意した。 ディオメーデースはカルドーンを攻撃し、テルシーテースとペロポネソス半島に逃げたオンケイストスを除くすべての売国奴を殺した。その時、アグリオスも自害し、オイネウスに支配権が復活した。その後オイネウスは王国を義理の息子のアンドライモンに渡し、ディオメーデースに会いにアルゴスに向かったが、その途中でテルシーテースとオンケイストスによって暗殺された。 ディオメーデースは暗殺者を発見することはできなかったので、老いの、えと呼ばれる町を祖父が埋められた地に建設し、祖父の名誉を称えた。その後ディオメーデースは、トロイア戦争で赤いアゼーとして、テルシーテースと一緒だったが、ディオメーデースは、高潔な性格のため、彼を無限に扱うことはなかった。しかしテルシーテースは、赤いアゼーすべてに嫌われていた。実際、 アキレウスがペンテシレーアの亡骸に対し、同国しているのを、テルシーテースはあざけ笑ったので、アキレウスにより残忍な方法で殺されたのだが、ディオメデースだけがアキレウスを罰することを望んだので、あった。赤い野勢が大いなる町、トローヤを略奪している間、アテーナーの神殿でその像にしがみついていた、プリアモスの娘、カッサンドラーを、ロクリスのショーアイアースが領辱した。オデュッセウスは、 ギリシアの将軍たちに、ショーアイアースを、石田で殺して、神の怒りを避けることを提案したのだが、ディオメデースをはじめたのショーに反対された。なぜならその時、ショーアイアースも自らを守るために、アテーナーの像にしがみついていたからである。彼らがアテーナーへの冒徳を見逃したので、神の怒りを招いた。だがアテーナーは、お気に入りのディオメデースは罰しなかった。アテーナーによって、 相対称アガメムノーンとその弟のメネラオスの間でトローヤからの帰還についての抗論が起こった。アガメムノーンはアテーナーの怒りをなだめるためにトローヤに残った。ディオメデエストネストールは状況を議論した末、早急に去ることを決め、巨大な軍隊を引き連れトローヤを去った。彼らは無事に帰還することができたのだが、アテーナーはポセイドオンに訴え、 他の多くの船の上に凶暴な嵐を引き起こした。オデュッセウスに暴殺されたパラメーデースはギリシア軍を呪ったのでディオメーデースもその災いを被った。パラメーデースの弟のオイアクスはアルゴスに行きディオメーデースの妻アイギアレイアに会い夫が彼女よりも魅力的な女をトローヤから連れてくると吹き込んだ。他の話ではアイギアレイア自身が ステネロスの息子のコメーテースを愛人としていて、そうするように、パラメーデースの父のナウプリオスに説得されていたという。また、ディオメーデースが、アプロディーテイの息子、アイネーアースを扱う仕方は立派であったものの、彼女は、トローヤで、ディオメーデースが投げた槍が、アプロディーテイの肉を貫通させたことを恨んでいて、それゆえアイギアレイアに、多くの男と貫通することを吹き込んだ。アイアレイアは、 他のアルゴス人にも助けられ、ディオメーデースをアルゴスに入れるのを拒んだ。コメーテースは、ディオメーデースが、不在の間、アルゴスの王となったが、すぐに正当な後継者であるアイギアレウスの息子の、キュアニッポスが王権を継いだ。ありがとうございます。